はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの夢白姉妹デビューガチャを引いていきたいと思います。で、この2キャラに関してはですね、もう全くわかんないですね。ちょっとアプリでこの2人がデビューした時くらいから多分もうアプリをやめちゃったので、もう全く使ったことないんで全然わかんないっす。でもまあ40連と50連で、夢白若ちゃん、夢白ゆかちゃんが確定で手に入るのって、まあ、1枚ずつ SR が手に入るところまではやろうと思います。で、ちょろっと今まあネットの方も、見ながらにはなるんですけれども、一応ゆかちゃんがコントロール上限アップを持っていて、で得意練習は投手でメンタルで、金徳がちょっとこっちも出しながらいきますか。金徳が、鉄仮面で、ただ鉄仮面はね不確定みたいですね。まあなので、まあ、一応上限アップがあるけど金徳不確定なのでちょっと安定性には欠ける。ただ鉄仮面って多分そんなに重くないと思うんですよ。むしろ軽い方の金徳だと思うので、まあ、そこはいいのかな。あとどれくらいの成功率かっていうところですよね。とあと夢白若ちゃんで、夢白若ちゃんの方は得意練習が肩とコントロールなので、投手でも野手でも使えると。でそれに加えて選手兼彼女キャラのようですね。で金徳の方が、投手なら減点投球か先手必奪、これは両方確定と書いてありますね。で野手の場合は精神的支柱かアイコンタクト、これも両方とも確定というところになっているので、まあどうなんだろうね。ちょっとこれもデートとかのイベント経験点がどれくらいのものなのかは分かんないですけれども、まあ癖のないキャラな感じはしますね。ただまあ肩練習っていうところがね、まあ微妙なところはありますけども、まあ、一応そんな感じになってます。で今回は一応若ちゃんゆかちゃんが手に入ったところで、まあ40連50連行く前に撤退はしようかなと思ってます。でもし完全に手に入らなかったら50連まで、行きますというところで、まずは10連目、ここは PR 以上ですね、行きましょう。30連目がバナだから、そっちで40連目のどっちだどっちかじゃない方が出てくれれば40連で終わるっていう。ゆかちゃんが40連目だっけ。で今回タンガチャはなんか特にサービス的なものはなかったよね。あそうかそうか、今骨か。まあ、今ねあの骨のイベントが来てますけれども、結局ミキサーってね5体消耗するんで、だったら覚醒が来ている現在となってはなんかきらめきに変えた方が有効なんじゃないかと思いつつも、20連目に行きます。ここは SR ですと、まあ、この2キャラ以外は常設なんで、まあ、そんなに期待はしないで行きましょう。1枚出た。これはどっち、若ちゃんの方か。だから50連まで引く可能性はあるということ。でまた骨、まあ、骨はねミキサーにかけていいっていうか、まあそれしか使い道がないんでいいんですけど、で次が30連目がバナー SR なんで、ここでゆかちゃんが出てくれれば終了です。で若ちゃんが出た場合は上限解放がプラ2になると、最低でもという感じですねSR が3枚手に入ったってことか。あちょっとテーブル見ますか、せっかくだから。若ちゃんのテーブル、タックは52、固有が乗って70で、やる気効果が75といくつだろうね、まあ、100以上あると。で技術ボーナスもついてるんで、うん、まあまあまあ火力もそんなに悪くはない。で選手兼彼女キャラなんでイベントボーナスとかが増えていきますね。45になるとタックが増えるのか、タックが70まで伸びるからタック90、やる気効果がついて技術ボーナスがついてるんで、まあ、もしかしたら
肩を重ねるといいかもしれないっていう、まあ、そんなキャラですかね。こっちも見ますか。アベレージヒッターと霊性、まあ、2種類なのはいいかな。霊性が珍しいっすね。あ、投手何も持ってないんだ。もともとが野手だからってこと。そうか、もともとが野手なんだけれどもなぜかコントロールも持ってるという感じ。風投げとかはさ投手の能力もあるけど、こいつは投手能力ないのにコントロールができるっていう、これ謎キャラっすね。ちょっとわかんない、元ネタとかもわかんないんで、まあ、そんな感じでした。また骨、ここ1個か。じゃあ40年目いきます。まあ、ここは若ちゃんなんで、まあ、1枚しか入ってなければ若ちゃん買って、1枚しか入ってないのでこれは50連強制ですね。あ、マグロくんが出てる。そうそうそう、アプリの方ではね、まあ、一応そのどういうのが行われてるのかっていうのはちょろっと見たりするんですけど、強化しらすが来るみたいですね。強化しらすは面白そうだよね。しらす高校自体が結構面白い高校なんで、まあでも多分やんないと思いますけど、アプリの方は。では、最後の50連いきます。ここはゆかちゃんが確定ですと。まあ、せっかくこの2キャラを手に入れたので、まあ、次はね、サクセスでこちらのキャラを使ってやっていきたいと思います。で、ただ天空中央のね別ルートなんだよね。ちょっともう別ルートとかさ、編成の方法忘れちゃったんだけど。お、若ちゃんの PR が2枚入ってる。プラ3とかにはしたいな。で、じゃあちょっとゆかちゃんを見てみましょう。あ、そうそう、だから特技練習はメンタルで投手でしょ。タック50、イベントボーナス40とかついてんだ。精神ボーナスがついてんだね、8。で、コントロール上限があって、35でタックが70で固有が乗ってます。得意練習率アップ。で、メンタルの回復量もアップして、37でやる気効果、40で100。45でイベントボーナスが上がってくんだ。え、これはなんだ？何のテーブルだ？ちょっとわかんないけど、ちょっと珍しい感じのテーブルですね。で、コツの方がタイピング打力強さ、キレポーカーフェイス、緩急バント封じか。ポーカーフェイスはね、まあ、正直直取りでいいレベルだから、まあ、骸骨を持っているとはいえ、まあ、直取りで抑えちゃいますね。で、バント封じも、まあ、敏捷ポイントがちょろっと稼げれば直取りでいいんで、まあ、キレ緩急打力強さタイピングか、まあ、そんなところっすね。一応高速チャージを持ってる。積極守備、あ、守備ができるんだ。へえ、夢しろという感じでした。まあそんなところで今回はこれで終了したいと思います。まあ、骨とかはねちょっとまた別のガチャの機会があった時に、ミキサーしていきたいと思いますので、今回のガチャ動画はこれで終了します。次回はじゃあ、まあ、ちょっと投手でやるか野手でやるか、まあ、野手でやるんだったらちょっと若ちゃん入れてっていう、投手で入れるんだったら多分コンボがあったと思うんで、ゆかちゃん若ちゃんを入れて、やっていきたいと思いますので、まあ、また、よければサクセスの方も見に来てください。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。